はい、はい、じゃあ行きましょう。これは誰も知ることのない小さな波乱。あなたならわかるでしょう。天才にとって質問は答え以上に重要であると。いわゆる魔法にも原理はある。この世に解けない問題なんて存在しない。なら全知の存在よ、ここに問う。神聖とは何か。